ショーン・パトリック・リビングストーンは、アメリカ合衆国イリノイ州出身の元バスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。NBA デビュー以降10チーム以上を渡り歩く、ジャーニーマンだったが、キャリア晩年は、ゴールデン・ステート・オーリアーズで優勝を3度経験した。イリノイ州の高校時代は、マジック・ジョンソンの再来と騒がれた選手で、 NBA でもその名を残すだろうと注目されていた。高校卒業後は、デューク大学への進学が内定していたが、2004年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明し、全体4位という高い評価を受け、ロサンゼルスクリッパーズから指名された。しかしプロの壁は高く、サムキャセールの控え役に甘んじていた。 そして2006から07シーズンの試合途中の2007年2月26日のシャーロット・ボブ・キャッツ戦レイアップショットを試みた際、着地に失敗し、左足を大きくひねり、左膝の前十字靭帯、後十字靭帯、内側側腹靭帯を断裂するという重傷を負った。後のキャリアを含めても、自身最高の成績を残していた最中での不運であった。 翌シーズンは全休となり、不本意な形でクリッパーズを追われた。その後は、リハビリに励みつつ、リビングストンの膝の状態を危惧する各チームが、長期的な契約をためらい、リビングストンは、D リーグのチームも含めあらゆるチームをたらい回しに、される日々が続いた。リビングストンにとって転機になったのは2013から14シーズン。ブルックリンネッツと契約したリビングストンは、 ガードの両ポジションをこなせる多様性をジェイソン・キット HC に変われ76試合に出場54試合をスターターとして起用されプレイオフ出場に貢献した2014年7月12日ゴールデンステートウォリアーズと3年1600万ドルで契約し念願の大型契約を獲得ウォリアーズとの契約が彼のキャリアを大きく変える ディアンドロ・バルボサやマリース・スペイツラと共に、ベンチプレイヤーとして、ウォリアーズの快進撃を支え、自己最多の78試合に出場。重傷を負った時には想像もできなかったはずの、NBA チャンピオンも経験した。2015から16シーズンのプレイオフでは、怪我で欠場したウォリアーズのエース、ステフィン・カリーの代役を見事に務め、カンファレンスファイナル進出に貢献した。 スティーブ・カー HC はこの時の活躍を我々は恵まれている。本当にラッキーだよ。ポイントガードを失い MVP を失ってもショーン・リビングストーンを投入することができる。大したプレイヤーだ。素晴らしいチームメイトでもあると称賛した。そしてレブロン・ジェームズ擁するクリーブランド・キャバリアーズとの NBA ファイナル第一戦ではカリ位、クレイ・トンプソンの二枚看板が 相手チームの厳しいディフェンスを受けて抑え込まれる中、チームトップの20得点を挙げチームの勝利に貢献したが、3勝4敗と優勝には届かなかった。2016から17シーズン、引き続きカリーのバックアップポイントガードとして活躍し、2年ぶりの優勝に貢献。オフには3年2400万ドルで再契約した。2018から2019シーズン後に、 引退の噂が流れるも、現役を続行することを公表した。チームのキャップスペースなどの問題で2018から2019、シーズン後、ジャーニーマンながら5シーズン過ごした、ゴールデンステートウォリアーズを解雇された。2019年9月13日、正式に引退を表明した。ありがとうございます。